おはようございます。本日もね、スカッと晴れた気持ちの夜が広がってますね。今日の最高気温も21度だったかな。ポカポカ暖かい陽気かなと思います。お父さんはですね、2時からのね日本戦見まして、4時過ぎぐらいにベッドルーム来てベッド入って寝てね、でまたみんなのご飯の時間に起きてこちょこちょしておりまして、今ね冷めちゃうとね朝散歩行って帰ってきたかな。まあということでね、本日はお父さんのね連休最終日なので、さてはてどうしようかななんては思っておりますが、とりあえず今日できることねやっていこうと思います。お父さんグリルのお掃除してますね。まあ、全部洗い終わったのかな。ボーイズはこちらで日向ぼっこねんねしておりますけれども、サムちゃんはねベッドルームの窓際います。トム行くかなと思ったらね、こっちの方がいいみたいで、今日はサニックと仲良さしてますね。ただいま12時半前になります。トム君今日ちょっと早めにご飯ね食べていただきまして、これからアウトレット行ってこようと思います。まあ、連休最終日ということでね、帰りの道は混むだろうからできる限り早く帰ってこようって言ってるんだけど、まあ、どうせだかあったかいアウターが欲しいでしょ。あるといいね。いいのね。好きだね。まあ、とりあえず行ってこようと思います。あ、そうそう、これ昨日届いたワンコ用のカーシートですけども、めっちゃいい感じにフィットしてる。メッシュいいね。やっぱり様子も見やすいしね、すごく良い感じです。それでは行ってきます。アウトレット着きました。あったかいね、こっちの方ね。父さん何してんの。上着着なくていいからとかしたから悩んでるから、まあとりあえず一周ぐるっとしていきましょう。まずはランチ。前からここ気になってたんだけど、小籠包あったはずだけどなくなってて、なんかメニューも違ってるような気がするんだけど、長麺とチキンとシュリンプとポークのダンプリング頼みました。全部シェアです。ちょっと多いな。はい、いただきましょう。それでいただきます。アウトレットぐわっと一周して回りました。日が暮れてますね。今何時ぐらいだ。5時ぐらいかな。道そんな混んでないってね、お父さんね。はい、らしいのでお家帰ろうと思います。お家帰ってきました。もう僕の相手をしろー言って、すごい、はいはい、みーみー言って、はいはいはい、ちょっと降りて、はい、ナムちゃん、はい、何かなね、はい、ある種もありがとうね、はい、ありがとうね、よかったね、お父さんチキチキだね。何かあっちでねんねしてるね。急いでじゃあ片付けてこう。今ね6時前なんだけど、お父さんね今日夜から出発で出張なんですね。あと1時間後ぐらいに出るんじゃないかなと思うんだけど、ほとんどね準備はしてあるんだけど、寒くなったからなんて言っていろいろやってるけど、とりあえず今日購入してきたもの、お父さんねペリエリスでスーツですね、ジャケットとパンツ購入してました。日本のスーツじゃなくてアメリカのブランドのスーツ試してみたいなって言ってて、これね購入してましたね。私の足に絡みついて、ディズニーストアでディズニーワールド行った時にね購入して帰ってこようか悩んだんだけど、この木でさ板でさ重いしって言って、カリフォルニア帰ってきて、そうワールドオブディズニー行ってもいいよねなんて言ってたんだけど、アウトレットにあったんです。めっちゃ安くなってて20ドル以下になってたので、ハロウィン用のドアのお飾りですね。これはポテリバーンで、そうポテリバーンはできてたんだけど、クッションカバーミッキーの、そうこれ前から狙ってて2枚購入したんだけど、リバーシブルでこれがね 50% オフだったので購入しました。ダイソー立ち寄ってタオル昨日ね購入しそびれたって言って1枚だけ買い足してまいりました。これで多分足りる。あとダイソーでなんかちょっとしたお菓子、ゆずピールと梅干しのやつ。お父さんがユニクロでワイシャツ買ってました。なんか似た青なの思ってるだけがするけど、まあまあまあ、こちらねセフォラでまたこのブランデラッシュのセットちょっと安くなったので、あともう一つワンサイズっていうねブランド、パトリックスターさんのかな、ディズニーとコラボしてファンタジアとかで、このハイライター前から狙ってて可愛いなと思って、最後の1個だったんだけど結構ギラギラだったんだけど、はあ、分かりづらいかカメラだと、エンボスじゃないんだけどミッキーとかのね模様が多少入ってんだよ。これ分かりづらいかもしれないけど、三つ丸と星様とお月様とかそう入ってて可愛いなと思って、いいなと思ってたからね、これは定価だったかな、購入しました。ラッキーブランドで今日着てるこのトップスが私結構気に入っておりまして、それの色違いブラウンの、これが前か、後ろのねデザインが可愛くてショート丈なんですけど
ども、そう、後ろがこんな感じで背中が見えるんだけど、これが可愛くて好きなので、色違いとシンプルなニット、これはレギンス履く時とかにもいいなと思って。 V がね、ここのねブランドは深くて大きいんだけど、下にこれは着ないとあれかな、どうかなと思ってるけど、こちら1枚ね。で最後にトゥルーリリジョンでエコバッグ、トレーナーですね。これ可愛くない？ダボっと着たいなと思ってちょっと大きめ選んだんだけど、黒もあったっぽいけど、マコしか残ってなかったね。購入いたしました。おとすりもトイレタイムしてるね。おっとサムちゃんとトムクがあっちでプロレスしてますがとりあえずどんどん片付けて、お父さんお散歩行ってくれるかな。私ちょっとお家のことやっていこうと思います。お父さんサムちゃんとお散歩行ってきてくれるそうです。なるほどね、ボーイから逃げてたのね、サムちゃん。すごいですね。やめなさいよって言ってるよ、お父さん。やめなさい。ああ、そんなとこ構わない。こら。トムくん。はい、行ってらっしゃい。気をつけて行ってきてね。もうちょっと詰めてもいいな。うん。はい、行ってらっしゃい。行かれないのは分かってるから待つんだよね。はい、じゃあ行ってらっしゃい。気をつけてね。はい、行ってきます。はい。ということで、お父さん出発いたしましたが。行ってらっしゃい、聞いてたく。もう戻ってね、早いよね。トムくんも行ってらっしゃい、来てたけど。どこ行ったかな？あっちだ。なんか今日、あそこでネタがあるよね。戻ったの、初夏に。マジクシャだね。ありがとうね、お父さんの。行ってらっしゃいね。まあ、ということで、私は、これから、ちゃちゃっとシャワー浴びて、それからね、ご飯にしようと思います。では、シャワー上がってまいりましたので、ご飯にしようと思います。私がシャワー浴びておりましたら、綺麗な子誰でしょうか。僕見かけておりますが、ダミー用意してあったんだけどな、呼んでましたね。ということで本日も全部残り物ですね。お父さんも食べて出発したんだけど同じものですね出しました。ということで、まあもう全部食べれないけど、お父さんいない間もね、まだねターキーもあるし食べようと思ってます。それでいただきます。ご飯食べてお片付けも終了いたしまして、サムちゃんとサニクが見合っておりましたけれども、サニーご飯食べに行ってお通り行ってね、行ったり来たりしてて、それをサムが気にしてるんだよね。いいですよ、ゆっくりしてくださいね。トムがこちらでおもちゃで遊んでますね。もうねんねすると思う。おもちゃガニガニ終わったらね、この中入って寝ると思うんだけど、飽きたね。こんな感じでね、はいはいはい、寝ますね。あ、出てきちゃうの？あ、これ気になったのか。サニクもこちら来ましたね。お、タムちゃんも落ち着いた。ということで、私はこれからこの数日間ですね、ビデオ撮ってるけど編集するね時間1秒もなかったので、あ、入ったね、寝たね。とにかく編集しないとと思っておりますので、編集してちょっと足マッサージもしようかなと思ってるんだけど、でね、これお時間になりましたら休もうと思います。テニクイエーション。なに、ここ座ってんの？私が編集しておりましたらね、ここ来て横になっておりましたが、今座ってるけどわちゃわちゃしてるからだと思うんですけれども、あれ僕ギターにょ、もっとねーねー弾いてください。ママのこと観察する上手で横やってくれてたんですよね、ありがとうございます。テイク今日ルシュバンどうもありがとね。ルシュバンリーダーですもんね。ずっとこの中入って寝てましたね。あら、サムちゃんが怒ってる。もういいか寝なしゃ言ってんだよ、これ。エビは寝る時間よって言ってんの。あそこに置いてありますが、あのカメラからね。2階ノーティフィケーション来ましたけど。サムが2階体勢変えたんだけど、あの背もたれ乗って寝ててね。その時だけで、あとはもうね、サニクもトムクも微動だにせず寝てましたね。ねえ、サニク。あ、そうだ、お父さんお泊まり行きましたけど。ねえ、お父さんよろしくお願いしますよね、サニクに言っててじゃん。ねえ、まあ、今回短めですからね。こちらのね、ベビーのことで大変かもしれませんけど、ウルシュバンリーダーのお仕事もですね、どうぞよろしくお願いしますよね。今日も一日ありがとうね。ゆっくりにしてください。おやすみ。タムキもおやすみ。あたちここで寝寝するの？ね、ベビーのこと見てるでしょ。気にしてるでしょ。早く寝寝しなさい言ってるんだよね。ダメよって言うの。悪いことして私お父さんに怒られてるでしょ、トムが。そうするとさ、サムがカバーに来るしさ、特にお父さんに怒られてるとき、お父さんとトムの間入ってね、トムの前にね、立つんだよね。私に怒られてるときはやらないんだけど、恐る恐るね、見てるんだけど、トムが怒られてるけど、みたいな感じなんだけど、多分
私が一番怖いんだろうね、トムもサムも。あんまりベビーのこと怒らないでねみたいな感じでね、そう見てるんだよね、私のことはね。でもベビー悪いのはサムちゃん、分かってるでしょそれ。サムちゃんだってそれいけないのやめなしゃいよく言ってるじゃんベビーに。そうでしょ、怒られちゃうわよみたいな感じなんだよね。サムちゃん今日ね午前中にねお父さんと一緒にシャワー浴びまして、もうだいぶローズ臭は薄れてきてるかなと思うんだけど、ほわほわサラサラですね。出てきた直後ね、ベッドルームの窓際バッ走ってって、そしたらもうトムがそこにいたもんだからさ、もうその瞬間からですねトレーニング開始になりまして、この辺で、ね、トムにパクパクされてたからね、トムの唾液だらけになってて両肩、お父さんがサムちゃんの肩がもうカピカピしてるって言ってたけど、お風呂入ったばっかりなんだからやめないよとか言われてましたが、起きてる時間はでも常にね何か一緒にやってるね。お互いに別々に一人遊びはしてない。どっちかが寝てたりとかするともちろんね一人遊びしてるんだけど、同じ空間で別々に一人遊びはせずですね、同じ空間にいて遊ぶ時間だったらもう一緒に遊んでる。ねえタミちゃん、ビビっていっぱい遊ぶのよなんだもんね、楽しいのよってビビと遊ぶとね、ゴフゴフ言いながら一緒に遊んでるけど、サムも毎日疲れるんじゃない。サムちゃんだってこの時間いつもねんねしてるじゃないっていう時間もさ遊んでるじゃん。すごい眠そうでしょね、そのお顔。だから私やお父さんとももちろん遊ぶけど、サムがねそれ以上に遊んでくれるからね。だから常にねずっとトムと一緒に過ごしてなくてもサムがしてくれてるから、そういった点ではすごくね助かっておりましてね。タミちゃんありがとうね。今日ねお父さんねお泊まり車でお仕事行きましたからね、お父さんがトムくんとね遊んでくれてる時間ね、サムちゃんが遊んでくれるかな、どうかな、ママが遊ぶか、それとも二人でね手分けしてねベビーとね遊びましょうね。今日も一日ありがとうね、ゆっくり寝してください。おやすみ。さっきまでミミとか言ってたけど戻りましたね。ダミーを一つ持ってきてるけど、一つはベッドルームの前に置いてある。まあ、また寝るときにこれもねベッドルームの前に置いとこうと思いますが、トムくんもおやすみ。僕も眠だようだよね。寝寝の前のトイレ済ましておやつも食べて、起きたらなんとなくちょっと遊びたいんだよね。でももうね眠くて仕方ないからねベッド戻りましたが、今日ねうちに来てから一番長くお留守がねしたんだけど、お利口に過ごしてたみたいで、ここにあったおもちゃがね違うとこに置いてあったりはしたから、私たちが出てった後ちょっとねおもちゃで遊んだりはしてたんだろうと思うんだけど、まあでも本当10分20分ぐらいでここ戻って寝ておりまして、ガレージのドアの前にこれ置いてあったからこれ運んで、そうこれちょっとガジガジしたりとかしてたんじゃないかな。でここにもねおもちゃあるけど、あの紐のついてる昨日ダイソーで購入してきたあのおもちゃ気に入ってるから、あれよくねガリ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 噛んでるから、基本ね出てこずにコロナ禍で遊んで、でまた寝てたんだと思うんだけど、長時間のお留守番も大丈夫そうだなと思って、まあうちね1日3食にしてますけど、そう彼がね3食食べてる間は朝から晩まで出かけるってことはないかなと思うんだけど、まあとにかくお留守番もね上手にできそうなので一安心ですね。で夜中もこうやってねぐっすり寝てくれるし、最近ちょっと朝遅くなったかな、そうだな、こちょこちょ動き始めるのは6時ぐらいかなと思うんだけど、ねえトミちゃん、お父さんねお仕事でお泊まり車行きましたからね、じいじとねお姉さんの言うこと聞いてねお利口さんしてお留守番してくださいね。今日も一日ありがとうね、ゆっくり寝寝してください。おやすみ。ボタンもおやすみ。今日もとても初的な笑顔ありがとうございます。ボタンも今日ねお留守番どうもありがとうございました。ベビーついててくれたんだよね、ボタンがね大丈夫でやんちよって、お利口するでやんちからねってね、いつもベビーのこと守ってくれてありがとうね。あ、それからお父さんね、今晩からまたお仕事でお泊まりさえ来ましたけれども、お父さんのこともどうぞよろしくお願いしますね。まあ今回ね2年ねしたらお年は帰ってきますからね、家族みんなのこと守るのにねお忙しだと思いますけれども、今回もねどうぞよろしくお願いします。今日も一日ありがとうね、家族みんなのこと守ってくれてありがとうございます。明日も明後日もどうぞどうぞよろしくね。おやすみ。本日もこちらで最後のご挨拶をさせていただこうと思います。ただいまですね12時59分ですね、もう1時になるわ。あなた、お父さん11時かなにテキスト入りまして、ホテルチェックインしましたよっていうことで、今回はね北カリフォルニアカパチーノに行ってるので、移動時間そんなに長くないのでね、帰宅は火曜日の夜だったかな、9時過ぎのフライトで到着するということで、一応2泊3日かといっても今日ね、まあ、夜寝るだけに行ったんだけど、
朝一からねお仕事があるから今晩中に現地入りしてた方のが楽だということで行きましたが、まあとにかくね特に何事もなくですね無事にね帰ってきてくれたらなと思ってます。ということでね本日はですねお父さんの連休最終日ということでねアウトレットお買い物に行ってきたんですけども、ブラックフライデーだけじゃなくてね今週末基本的にねセールしててお安くなってるので、もちろんそのブラックフライデーの目玉っていう商品もあるんだけど、まあねそれはね当日並んでとか用意されてる数とかもね限られてると思うからその時のものもあるんですが、まあまあ基本的にね今日私たちが入ったお店はそうだな 50% オフからみたいな感じでねそうセールしておりまして、お父さんねガチのダウンジャケットっていうのかなめちゃくちゃあったかいやつ欲しいななんて言ってたんですけども、あんまりなくてねそう薄手のものが多くて、まあ土地柄っていうのもあるのかなどうなのかなと思ってるんだけど、なんか春っぽいものが多いねなんてお父さん言ってたけど、この辺りでね生活してる分には必要ないものなんですけども、お父さんねやっぱりね出張いろんなとこ行って寒いとこも行くんですよ。この前もどこ行ったって言ってたから、とにかくマイナス10度とかのね地域にもう行くから、今持ってるものだとやっぱりねもう寒くてねとてもじゃないけど耐えきれないから、何か一点そういうねところに行く用のアウターが欲しいっていうことでね、まあちょっとね残念なことにねなかったんですが、もう一つねスーツですね、今すぐ必要ってわけじゃないんだけど、しかもそんな着ないんだけどね、日本でいつも購入してるけどこっちで購入したらねどうなるのかなっていうのを、なんか自分の体に合うのかっていうのを知りたいっていうことでね一着購入したんですけれども、上下セットじゃなくてバラ売りでちゃんと試着してね、特にね直す必要もなくて、ジャケットもレギュラーサイズとショートサイズとかそうロングサイズがあって、お父さんショートサイズで手の長さとか丈もちょうど良かったので、パンツもレングスで分かれてるから、そうお父さんのレングスのねサイズね購入いたしまして、かなり気に入っておりまして、これいいわこれいいわって言ってね、一歩ねそのペリエリスのパンツを持っておりまして、今日履いてた茶色のパンツなんだけど、それがすっごく履け心地が良くていいから、きっとスーツもいいと思うとか言ってね、で行ったんだけど、いい買い物できたいい買い物できたって喜んでおりまして、ダウンジャケットはちょっと残念だったけど、まあまたねちょこちょこ見に行こうかなと思っているんですが、とにかくお父さん大満足のお買い物ができてねよかったなと思っております。先週のか火曜日に出張から帰ってきて、水木金土日とね5連休ね取りましたけれども、何にもなく5連休取るってすごく珍しいなとは思ってるんですが、初めてじゃないかな、特にねどっか旅に行くとかっていう以外でね、トム君が来て彼がまだね予防注射全部終わってないので、このタイミングでね秋のセドナ旅行行こっかなんてね言ってたんですけども、去年もねそうセドナ旅行行かなかったんですが、まあでもね行こうと思ったらいつでも行けるから、今年はねお家で過ごしてトム君の予防注射などなど全部終わってね、まあちょっとサニックにはねお留守番にねしていただくことになりますけども、サムとトムとね一緒にみんなでね旅行行こうよっていう話してね、お父さんすごくね楽しみにしておりまして、あそこにも行ってみたいね、そこにも行ってみたいねなんて話をしているので、まあねお休みが取れるかどうかがわからないけれども、またいつかね行けたらななんて思ってます。あとそれからですね、今年のウィログマスについてなんですけれども、一応ね、はい、今年もウィログマスやりたいなと思っております。まあ、ただねずっと私そのスローペースで最近はねビデオねアップロードしておりますので、12月1日から25日まで毎日更新がね遅れずにできるかっていうのはね何とも言い難くて、22日からね今日まで毎日私ビデオを撮っておりましたけれども、先ほどもお話しいたしましたけど、今日のね食後までね1秒も編集してなくて、まあ、特にお父さんのお休みの時は家族の時間大事にしたいなと思ってるので、私が集中してねビデオの編集するのは違うなって思ってて、まあなのでねもちろんできる限り毎日ビデオは撮りたいなと思ってるんですけれども、みんなにお休みしたりね最後のご挨拶がなくてね、もうご飯食べて今日はこの辺りで終わりにしますっていう日もあったりとかっていうこともあるかもしれないし、ちょっと今日は購入品ですね簡単に手元だけ写すっていう形になるかもしれないんだけど、まあそういったビデオになる日もあるかもしれないし、なんとも言い難いんですけども、まあですがそのウィログマスっていうことっていうのかな、なんて言ったらいいんだろうね、まあねもう毎年ね続けていきたいなとも思っておりますので、いつも申し上げておりますがね、私のペースで今年もねウィログマスねやっていきたいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで今ですねビデオ1本アップロードしてるんですけども、まだ終わってないので、とりあえず今から足のマッサージしつつ TikTok 編集して、そうアップして
ってからね休もうかなと思っております。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。